ったブロッケンマンの息子っていう設定で出てくるのがブロッケンジュニアです。で、まあ、そのブロッケンジュニアもね、後々、まあ、いろいろと語られたりするんですけど、なんかもう前線超人って言われたりしてね、まあ、前線はするけど勝ちはしないっていうね、ちょっともう悲しいレッテル貼られたりするんですけど、でもまあある大一番で勝利をして、まあ、その汚名を晴らすわけなんですけどね。まあそれはもうだいぶ先の話なんですけど、でまあそういうね、その5人が、出ていくわけです。わーっと。で5対5のシングルマッチが始まるわけですね。で、まあ、ゆで卵のね、筋肉マンの、その後の、まあ、伝統にもなるんですけど、シングルマッチがそれぞれ別の地域で行われるっていうね。っていうなんかもすごい、しかも、どうやって移動したかわからないような手段で移動するっていう、すごい設定がここで生まれるわけですね。で、まあなんかこう5つのホラー穴があって、そこに入っていったら、そこのホラー穴の先が、そのある超人が待ってるある場所だったみたいな、そういうなんか異次元ワープみたいな設定がここで、まあ、出来上がるわけなんですけど、でそこでまあお互いの対戦相手が決まるわけですね。で、まあ、ここでちょっと余談なんですけど、7人の悪魔超人が最初に登場した、漫画のページでは、まあ、確かに7人の超人が書かれてるんですね。で、我々が7人の悪魔超人だって言って、バーンと、漫画の見開きでバーッと出てきてたんですけど、その次の週が始まった時に、その7人のうちの何人かが別の超人に変わってたというね。それをしれーっとやってしまう、ゆで卵先生の凄さっていうのがね、もう後々の語り草にもなってます。ちなみにその時僕はまだ小学校4年生ぐらいでした。まあそんなん言ったら今の年バレてしまうんですけどね。でその時に出てきたそのいわゆる、まあ、戦った7人じゃない7人、全州の引きの中に入ってた7人の中の一人であるプリプリマンっていうね超人がいるんですけど、もう頭がおけつて、まあおけつもおけつてみたいな感じで、まあなんか頭がおけつなんですよ。っていうそのプリプリマンがいわゆるなんで、ファンの間ではもう非常に人気が高いキャラクターです。まあ、また気になった方は探してみてください。はい、というわけでね、まあ、ちょっと余談になりましたけど、でそこで、それぞれのシングルスの相手が決まるわけですね。で、まあ、それぞれのねマッチング見てみると、もうなんかもう全部の話を言ってしまいそうな話感じになってますけど、まあ、その対象格のさっき言ったね、バッファローマン、牛の超人ですね。すごい体もでかくてパワーもめちゃめちゃ強いで、規格外のキャラクター超人なんですけど、バッファローマンに対抗するのが正義超人軍の中では、まあ、筋肉マンを一番苦しめた、トラウマを植え付けた超人、ウォーズマン。このバッファローマン対ウォーズマンっていう戦いがどうなるんだろうっていうのがね、すごくもう胸熱だったことを覚えてます。で、テリーマン、
テリーマンについてはザ・マウンテンっていうね、マウンテン山やないかいっていうザ・マウンテンのっていう、まあ、山の超人ですねとの対戦で、これ山、体もほんまに岩ごつごつ山なんですけど、でなぜか知らんけど柔道着を着てるというなんか面白い、キャラクターです。でも見た目通りやっぱ重たいというのが特徴のキャラです、ね、超人ですね。で、ロビンマスクの相手がアトランティスっていうね、あ、ちなみに、どこやったっけ、バッファローマンは対ウォーズマンはどうだったかな、後楽園球場かな、まあ、その時一番の、客が入るとこ言ったら後楽園やったかな。で、マウンテンがどこだった、まあ、どっかちょっと忘れたけど、まあ、山です、秩父の山の中のなんかこう、山と山の間にロープを張って、その上にリングをこしらえたみたいなね、そういう特設リングでしたね。相手に有利ちゃんかいっていうね、それはまあその辺は悪魔超人なんで自分たちに有利な風に運ぶんでしょう。で、そのロビンマスクに対する悪魔超人はアトランティスっていうね、まあ、アトランティスって言ったらね、まあ南米の太平洋のどっかに沈んでるなんか幻の大陸みたいなね、ことでアトランティス大陸ありますけど、爬虫類みたいな超人なんですね。水生超人、爬虫類かな、魚かな、まあ、どっちかわかんないですけど、緑の体でなんかエラみたいなのがついてて、で赤い目で、仮面ライダーアマゾンに似た感じ、まあ、そんな言うても若い子わかんないと思うんですけど、みたいな風貌してます。でなんか超人とかでも超人レスリングなんで、まあ、レスラーが履いてるような大体パンツいわゆるを履いてるのが多いんですけど、アトランティスはなぜか、まあ、ターザンとかが履いてるようななんかボロボロの布みたいなやつを履いてます。あれでよく何かが出ないなって思うんですけどね。でそのアトランティスとの対戦で、選ばれた場所がなぜか上野の忍ばずの池というね、まあ水生超人なんでね、まあ、魚は水がまあ得意だからっていうことでそこを選んだんでしょうけど、という場所です。で、ウルフマン、相撲超人ウルフマンですね。ウルフマンとの戦いが、確か相手はスプリングマンっていうねバネ超人です。ビヨーンビヨーンってね、もう本当になんかもうバネ、もう体バネです。で、選ばれたのが場所が多分鳥取砂丘かなだと思います。鳥取砂丘、これちょっと微妙なんですけど、最後のブロッケンジュニアが戦った相手がミスターカーメンっていうね、まあ、いわゆるまあツタンカーメンみたいな感じのエジプト風の超人なんですけど、エジプトだからそこもなんか砂地だった気がするんですけど、ピラミッドパワーとか使ってたし、それどうかな。でも鳥取砂丘は、スプリングマンだったと思います。だから多分、まあ、九十九里浜とかそんな感じだったんじゃないかなと思います。まあ適当ですけど。で5対5のシングルマッチが
始まるわけです。まあ、1対1のシングルマッチ5本ですね。が始まるわけです。で、まあ、なんかいろいろと、あと、一番最初多分、あれかな、スプリングマン対ウルフマンの戦い。で、ウルフマンもね、相撲超人がね、まあ、下が砂っていうことに対して、土俵もね、下が土なんで、まあ、そこはまあ、特に不利ではないっていうふうに考えてたんですけど、で、ウルフマンは、投げ技が得意じゃないですか。で、バシンバシンとこう、地面に投げつけるわけですね。で、わざとらしく、スプリングマンが痛い痛いとかって言って、ね、演技をするわけですよ。そしたらまだウルフマンは調子に乗ってバシンバシンと地面叩きつける。でそういうことをしてるとその砂地の地面がみるみる硬い地面になっていくわけですね。で地面が硬くなったらスプリングマンはバネの力を十分活かせるようになるわけですね。で、ビョン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 飛びながら、飛び跳ねてスピードアップしながら、ウルフマンをバシバシ痛めつけると。で、結局、ウルフマンの体を、もう八つ裂きにする。デビルトムボーイっていう技で、ブシャーと、まあ、殺しちゃうわけですね。でいきなりまあ正義超人軍いっぱいになるんですね。で、次の戦いどうだったかな、カーメンかな。でカーメン対ブロッケンは結局まあいろいろあってまあ、ちょっと省略しますけどいろいろあってブロッケンが勝ったんかな。ブロッケンジュニアの勝ち。で、ロビンマスク。ロビンマスクがね、なんと、アトランティスに負けちゃうわけですね。まあ、超人界随一の実力者と言われてたロビンマスク。で、しかも、卑怯な手によって負けるわけです。で悪魔超人軍は、まあ、人質のようにミートのパーツを持ってるわけですね。ミートのパーツって今まだ久しぶりに出てきて全然話知らない人は何のこっちゃわからんと思うんですけど、ミートっていうのはそのバラバラにされた、筋肉マンのお目付け役の超人で7つに、バラバラにされたパーツの1つずつを悪魔超人は持ってるわけですね。で、そのパーツを餌にして、で、まあ、このパーツがどうなってもいいのか、みたいな感じで、で、そっちを助けることを選択したために、ロビンマスクは、しかも水中でやられてしまうわけですね。ねえ。で、もう、ロビンもやられたと。で、次、テリーマン。テリーマンは、ザ・マウンテンっていうね、山の超人と戦うわけですよ。で、テリーマンは、なんじゃかんじゃで、マウンテンに勝ちます。これもすごいんですけどね、地味キャラテリーマンがマウンテンを倒した技っていうのがなんとブレーンバスターという、普通に人間のプロレスラーが使う技で勝つというね、もうこの辺りがテリーマンのすごいところですね。
で、テリーマンって実はモデルがテリー・ファンクっていうアメリカのプロレスラーなんですね。まあ、そっから来てるから、まあ、プロレス技をすごく使うんですね。だからテリー・ファンクの得意技を、まあ、テリーマンが使ったりとかっていうケースがね、そういう場面が結構あったりして、まだそういうのも面白いですね。プロレスファンも楽しめるようになってます。で、テリーマン買って、2勝2敗ですかね。